より、何故ここに？ああ、キルケが無事であれば助力を頼みたい。確かに前の時には無事だったな。こたびも支配を免れたやもしれん。キルケ、ここにいたか。はあ、嘆かわしいな。よりにもよって君たちが来たのか。来客が多いのは嬉しいことだが、招かれざる客ばかりだ。困ったものだよ。招かれざる客？やれやれ、これも愛の無知というやつかな。大事なピグレット候補の目を覚まさせてやるためだ。いや、待ってくれ。何かとてつもなく大きな誤解が。うんうん、心配いらないよ。それもこれも豚になってしまえばどうでもよくなるからね。キルケのまじないか。まずいぞ、より飛べ。避けきれん。うえ、よく寝たわい。ん？今度は何の騒ぎに？しまった！じいさんが！おじいさん！まったく最悪の目覚め部品。え？部品？え？まさか今度はわし！じいさん、なんと間の悪い。よりのみならず、おじいさんまで。あまり笑ってやるな。俺も以前は同じ目にあったのだ。ねえ、何を笑っておる武士。キルキ、こやつらも豚にしてしまう武士。すっかり豚ではないか。書としてはどうなんだ、無事なのか。わわわ、わしの中身が大変なことに。ブブブブヒー。キルケ、聞いてくれ。行き違いがあったようだ。俺たちは。あまり空とぼけないでおくれよ。さっきから何度も襲われてるんだぞ、こっちは。誰かの暗示にかかった魔術師や侍たちが次々現れては暴れ回って。ダフルマスターが一匹と、サーヴァントが二匹、魔力の元さえ立てば、マスターもサーヴァントさえも。そうそう、ちょうどあいつらのような連中だ。で、あれ？ちょっと待った、マスター？まさか君たちもあれに狙われている？とすると、もしかしてその君たち正気だったりする？そうかそうか、正気を失った風に見えたか。よし、なるほど、そういうことなら仕方ない。さあ、一緒に連中を蹴散らそうじゃないか。出番だ。分かった、そこだ。
切る。どうかな。恨んでくれるな。襲ってきた連中は片付けた。そろそろじいさんを元に戻してくれ。そうじゃそうじゃ、この露骨を哀れに思わんのか。ブヒッ。いいんじゃないか、かわいいし、この木に豚らしい生活を楽しむといい。それじゃあ私はこれでさようなら。逃げた。うん、逃げた。もう何をしとるんじゃ。わしが豚のままでよいというつもりか。分かっている、そのままにはしないさ。キルケを追う。やつが逃げたのは向こうだな。一度は獅子にされた身だ。キルケの気配が近づくにつれ、カインの数も増えている。キルケ自身の魔力に呼び寄せられているのかもしれんな。こっちだ。躍動。敵気を見せたな。畳みかけろ。終わりだ。どうした。遅いな。消えない。見せてみろ。見つけたぞ、キルケ。おじいさんを元に戻すのだ。何か様子が。まずは確かめるぞ。おお、よしよしよし。わしを獣のように可愛がるでない。こら、セイバー、じいさんをからかうのもほどほどにな。
しつこいな。君らみたいなのは趣味じゃないんだ。キルケ、加勢する。え、君たち、私を助けに来たのかい？君に死なれてはおじいさんもイオリも困る。私もちょっぴり困るのだ。それで無事なのだな。もちろんさ、この程度どうってことないと思う。さすがだ。奴らを蹴散らすぞ、キルケ。これで全てだな。キルケ、頼む。じいさんを元に戻してくれ。意固地になってたって仕方ないか。いいよ、その本を貸してくれ。そーら、これで元通り。じゃあ二度と戻れぬかと思ったわい。じゃが何やら違和感があるようなないような。さあ、気のせいじゃないかい。いや、二度も私の試練を乗り越えるとは、君たちもやるじゃないか。気に入ったよ。試練というのは難儀なものだな。いや、とんでもない目にあった。二度とごめんじゃ。なんと恐ろしいキャスターか。仕方ないだろ、私だってここを守るために必死だったんだ。貴殿ともあろう術者が平静を欠くほど必死になるとは。私はここの霊脈に紐付けられてるんだから、躍起になって守るのは当然のことだろ。それに私が現世に召喚されて間もない頃から、ある魔術師がこの一帯をねぐらにしていてね。ひどく暗い目をした。
取り付く島もない男で、ユケオーンだって堅くなに口にしなかった。賢明だ。それが別の女を連れてここを離れると来た。この私を差し置いてだぞ。いい度胸だ。だから身を守るための霊槽や傷を癒す薬を担当しつけてやった。何も言わなかったけど受け取ってはくれた。私はこの土地を長く離れられないけれど、いずれ戻ってくるかもしれないだろう。私がここを、戻る場所を守ってさえいれば。ああ、何、済んだことだ。以後気をつけてくれればいい。ふん、この程度の試練、どこぞの冒険野郎なら一言の文句もこぼさずに乗り越えたぞ。不満に思うのは君たちの器が小さいからだ。これ以上ぶーたれるならもう力は貸さないぞ。貴殿の力は今後も借り受けたい。今サーヴァントたちが次々と操られている。俺たちは貴殿の助力を求めてきたのだ。うんうん、それで。しかし無理にとは言えないからな。ダメだと言うなら他を当たらねばだ。え、あ、いや、あ、あ、うん、どうだイオリ、ここは一つ若旦那に剣で持って。そう軽々に剣を抜くな。いいかセイバー、ここはカンエイジ。あ、確か寛永寺とかいう寺院があったろ。魔力や霊脈の異常はその辺りから来てる。そこに行って騒ぎが収まるかは知らないが、この手の魔術は大元を立つのが定石だ。私が教えられることはこれだけ。まったく本当に手のかかるピグレット候補たちめ。キルケ、いや、かたじけない。大いに参考になった。もう、やったな。今度こそ私のピグレットになりたくなったのかな。ふふ、よろしい。己の心に正直になるのは素晴らしいことだ。いや、そういうつもりは。おや、何か言ったかい。まあそれはさておきだ。突然だが、ピグレット志望の君たちには一つ試練を課させてもらおうじゃないか。試練？大丈夫さ、安心してくれたまえよ。冥府の番犬を捕まえろなんて無茶ぶりはしない。試練は至って簡単なものさ。そう、食材をいくつか集めてくるだけの。食材を集める？食べたら豚になるやつでは。確か休憩なんとか。キルケ、すまない、俺たちは先を急いでいる。うむ、悪いが他を当たることだ。あ、待ってよ、待ってくれ。置いていかないでおくれ。あ、いや、すまない、昔のことを思い出してしまってつい。止めはしないから行けばいいさ。そら、さっさと願いとか叶えに行かないと。うん、
何やら腹が減ってきたな。セイバーは朝げに握り飯を何個も口にしていたが、まあいいだろう。ああ、そういえば小腹が空いた。何か振る舞ってくれるならありがたい。え、いいの？とはいえ時も惜しい。早々にお使いとやらを済ませよう。姫の弱り顔には弱いな、お互い。ありがとう。じゃあこの食材を集めてきてくれ。うん、近場で一通り揃いそうだな。この近くというと水道橋か。お使いだ。この辺りだな。まずは扱っている商人を探すぞ。道行く人に尋ねるかな。あれは見ろ、ヨリ。ヨリ、あの橋は渡れぬのか。あれは橋ではなく掛け井、水の通り道だ。俺たちは人用の道を行こう。そうか、あの中を滑って行けたら楽しいだろうにな。されるな。ほーら、怖くないぞ。早く。なあ。またいつでも来てくれ。何か食べぬか。それならうちで扱ったるや。ただ何かあったか。実は品物を運んでいた荷車が轟で盗っ人に襲われたらしくてね。取り返そうにもあの辺りは物騒だし、
次の指令を待ってもらうしか。では俺たちが2を取り戻そう。それでどうだ。一点盗賊退治か。ま、それに不満はないのだが、厄介事を片付けねば物を得られぬというのはやっぱりあれかな。君は呪われているのか。まさか。覚えはないな。第一、セイバーと出会う前はこういった面倒はほとんどなかったぞ。そういう風に言ってしまうのだな、イオリ。いや、大はない。トドロキへ向かうぞ。さて、ヌスッとのねぐらはと。先ほどの商人は洞窟の方だと言ったな。ひとまず行ってみよう。あれは見ろ、ヨリ、この草、毛竜ではないか。いや、毛竜ではない。これはまた別の花だ。そうか、白い花、黒いね。見た目はそれらしいが。確かにそうだが、匂いが違う。断言できてしまうのが恐ろしいな。気持ちいいか。何をしている？あれは。九段の洞窟か。おい、てめえら、何の用だ。アキンドの2を取り戻しに来た。痛い目を見たくなければ即返すがよい。はっ、若造どもが言いやがる。身ぐるみ剥がしてナマスにしてやるよ。避けるのよ。受けてみろ。逃げた。受けてみろ。ないな。洞窟の中は一通り調べたが。おい、
奪った2をどこへやった？寺だ。この近くの寺に全部置いてきた。寺？近くの寺で宴を開いてたんだ。上等な食い物が山ほど手に入ったからな。けど途中で化け物が出てきてよ、仏様の罰が当たっちまったんだ。で、取るものもとりあえず逃げ出してねぐらにこもっていた。族というのは、いつの世も大差なきものだな。寺、この近くにあるのは轟不動尊だろうな。行ってみよう。普段の化け物というのは何？取るに足らぬ。間違いない。他の食材も無事のようだ。では水道橋に戻るぞ。待っているがいい。飽きんのよ。食材をタダで譲ってくれるとは、あれはなかなか気のいい飽きんのだったな。働いた甲斐がある。よし、キルケの元へ届けよう。これが言われた食材だ。それじゃあ、セイバー、覚悟はいいか？私は食わんぞ。畜生になったイオリを元に戻すものが必要だ。なるほど、一人で食えと。やあやあ、待たせてしまったね。はい、これを持って行ってくれ。これは、この私が腕によりをかけて作ったお菓子さ。一口食べれば頬が落ち、二口食べれば勢力絶倫。とはいえ妙な魔術は仕込んでないからな。少なくとも食べたところで豚にはならない。この国風に作ってみたから、きっと君の口にも合うはずだ。
ほうほう、包みの中身は菓子か。うん、菓子の甘みもまたよしだ。食わないと言っていたような。うぐ、感謝するキルケ。しかと受け取った。何か返すものがあればいいのだが、うちの長屋には大したものはないな。いや、ある。ん？ほら、米があるだろ。それはそうだが、さすがに米はうまいぞ。そしてカヤのおみおつけがよく合う。ああ、キルケ、カヤというのはイオリの妹だ。どうした、キルケ。え、ああ、いや、別に何でもない。うん、何でもないったら。ほら、時間がないんだろ、君たち。行くならさっさと行ってしまえよ。な、何なのだ。セイバ、落ち着け。時が惜しいのは確かだ。今は先を急ごう。食事か。やったな。彼らは立ったか。ならば。ここまで来れば。再生も滞りはない。これならば、寸刻の後に。今は時が惜しい。高尾のもとに急ごう。またいつでも来とくれ。いらっしゃい。主様。
秘伝は太夫の。何があった？高尾姉様がどこにおるかご存知でありんせんか？高尾はここにいないのか？今朝方から伊予神保のお侍様ともどもすっかり姿が見えませんで、姉様に何かあったらと思うと、あちきは。落ち着け、俺たちも探してみよう。何か分かったらすぐ知らせる。すまないが、しばしの間待っていてくれないか？主様、はい、よろしゅうお願いいたしんす。なんだ、土帝が何か残してきたか？見過ごせん。行くぞセイバー。山吹殿はここを動かぬよう。いらないぞ。君はどこか安全なところへ。あの、お願いが。どうした？私の友人たちをどうか助けてもらえませんか？もののけに襲われてはぐれて、もしかしたら二人とも襲われているかも。だそうだな、イオリ。無論受けたまわろう。なぜ分かっていて尋ねた、セイバー。さて、どうだかな。ありがとうございます。あの子たちはそれぞれ王子と北の方へ走っていったと思います。どうか二人のことよろしくお願いいたします。
おお、いたいた。下がっていろ、我らがほふる。来い。身が脈動。のおかげでね。しかし江戸は一体どうしちまったんだい。今日の化け物といい、昨日の大男といい、恐ろしいことばっかりで嫌になるよ。大男というのは、あんた知らないのかい。昨日の夜に吉原を出てった大男のこと、私も偶然見かけたんだが、ありゃ怖いなんて言葉じゃ済まないよ。身の丈八尺を優に超える男が雄たけびを上げながら走り去ってってさ。おかげで昨日はろくに寝つけやしなかったよ。あーやだやだ。なるほど。ほんとあんたらも気をつけなよ。それじゃあね。恐ろしい大男か。夜中であったからだろうか。昼日中に見たならば、あれは見とれるほどの異常符だというのに。ああ、大男、きっとはぐれのバーサーガーだな。正気を取り戻して吉原へ戻ってきたと武蔵は言っていたが、そうではなかったのか。あるいは土帝に泳がされたか。九段の術の支配下にあるならば放ってはおけない。あれは強力なサーバントだ。行方を探らねばならん。きっと太夫や師匠も追っているだろう。急げば合流できるか。うむ、しかしまずは二人目を助ければだぞ。そうだな。
関連の